リトルジュニア、PK 止められてしまう。リトルジュニアの PK はキーパーの飛び出しということで蹴り直しとなり、蹴り直しはララミーが決めてスタッドランスが勝利しました。 PK 蹴る時のあのニヤリマジ伊藤純也だったし、多分日本目も蹴ってたら同じコースぶち込んでたと思う。 WWW フル出場お疲れ様でした。得点にはならなかったけど何回も良いアシスト、 PK シーンにもドキドキ勝ててよかった。 PK 蹴る前のニヤニヤ伊藤純也らしくて絶望。勝ってよかった、次こそはゴールみたいな。チャンスはやっぱり J さんからなんだよ、なんで決めてくれないの、マジクソーマなのに。純也さんがサッカーをしてるの見られるだけで勝ち負けとかもはやどっちでもいいくらいの心境。 PK やり直し、再度伊藤純也選手に蹴ってほしかった。でも勝てたからよし。 PK 外してもやり直しになる伊藤純也持ってるで、2回目も蹴ってほしかったけどね。伊藤純也も完全に本調子かな。将来のサッカー界のために草の根からの意見を出し合いましょう。チャンネル登録、コメントお待ちしております。